こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットを始めていきましょう。はい、今回は第21節武蔵野放熱戦ですね。はい、こちらですね、最近ほんと連勝続いてますね。公式戦だけでも4連勝、ジャパンカップの1回戦2回戦回せればなんと6連勝です。絶好調ですね。まあ、今回7位ということなんですが、ほぼ 6位は確定しておりますというか、あと2戦しかありませんというわけなので、これは育てていく必要がありますね。カルメ、みゆき、みゆきいいですね。綾香は代わりみゆきを入れましょう。カルメもあげて、そうですね、ジャネットもいりますよね。萌えの代わりジャネットを入れましょう。みお、ヒラリー、ヒラリーはちょっと疲れてるんじゃない、疲れてはいない。ヒラリー、マドカの代わりかな。まあ、もっとマドカはまだ疲れてないですからね。ミオも代わり、マドカを入れて、ヤオナナコの代わり。サツケも落ち始めてんですよね。クラリス。キーパーはヒロオカで、今疲れてんで、こんな感じですね。これは決めてほしいです。あ、すごいですね、この川上って選手。でも下手にマークしたら使いが溜まるばっかりですからね。さあ、相手のゲルプシュバルト武蔵野っていうところで戦います。人が全然いないですね。かなり立派なスタンドですが、閑古鳥が鳴いてる感じです。さあ、キックオフ。縦パス。さあ、って、国光。これは抜けました。相手は確実に点を取っていきます。危ない、コーナーキックになりました。ショートコーナーですね。広岡横飛び、ファお、ノンホイッスルです。リオがこんなとこまで上がってくる。これはうまくパスは取らない。だが幸子がまだちゃすと思ったんですけどね。さあ、あとはスタミナ残り具合とか気になりますよね。漫才飛び込まれてしまった。チタンダ踏んでます。川上からここで漫才に、さあ、こういう小細工をやっておきます。さあ、縦パスからマチコ、サチコか、クラバに、ジャネットアタックに返しますが、ユーナが取りきれません。ここはキーパーが反応します。お、外に出しましたね。これはうまい、ユーナ。さあ、つなげるが、これはちょっと無理があった。翻弄されてます。うまい。何をやってんだ、今の
おーっと、敵が身内にいたっていう感じですね。縦パスだが、おっと、これは上げたチャンス、言うな。ちょっとパス高かったですけどね、決めてほしかったぞ。萌えに変えましょう。萌えでジャネットを入れ替えます。戦術ですね、その漫才が強いです。これは止めに行かないと。中盤が中盤が強いチームですね。ここはまあ、目の前に、ジャネット、ここは止めました。と、選手交代いりますね。ヤンの代わりに、サヨ。7個も投入です。サチコが疲れ、切っている。ここはもうパワープレイでいきたいですね。ファールです。おーっと、イエローカード。そのヤンが下がります。さあ、ここはグラバイがヨカ抜けました。高さが川上ありますね。おっと、完全に抜けられた。危ない。萌えが必死に、次はグラバに波状攻撃が続く。あーっと、クリミツ決定的だ。どんどんシュート打たれるんですよね。簡単に取られてしまいます。明らかに一方的ですね。まだ出ない。疲労感まで出てきまして、急な縦パスが来た。 QBK ですね。おー、カルチョビットまで言われてしまいます。カラオケも出ましたね。さあ、ここで試合終了。前半で22分ですね。武蔵野放熱が先制です。漫才に飛び込まれた。完全に裏に抜かれて、決められてこれですからね。チャンスだったんですけどね。波状攻撃します。なんとか勝そうとしたんですが、
さあ、これは外に外れました。完全に抜けたと思ったんですよね。萌えが返す。どんどんキーパーの1対1になる展開。最後は国光が。ボールを支配率 41% しかないんですか。シュートも枠内すら放てなかった。さあ、キャピタル東京ですか。かなり強いチームですよね。そのキャピタル東京ですが、実はですね、1回戦は1回目は勝ってるんですよね。結構これはびっくりです。なので、ベストメンバーで、こちらは、挑みたいと思います。といえ、痛いのは、一周あるんですか？いつ戻ってくるんだろう。サチコも疲れてますね。あ、二週間。そうなんです。緑が戻ってこれないんですよね、まだ。それが響きそうです。それがなければといったとこですが、やっぱり緑素晴らしい選手ですからね。これを失うのは痛すぎる。負け、これ幸子が疲れてんですか。見ようかな、経験のあるさつきを、幸子を代わりか。みゆきを美穂の代わり入れましょう。とは変えずですね。くるみとエリカです。この状態で、やっておきましょう。はい、というわけで次回は練習試合を1試合やった後、キャピタル東京と準々決勝戦を戦いたいと思います。そういえば昨年のですね、決勝戦キャピタル東京戦だったんじゃないかなと思います。ここは勝ってジャパンカップ制覇へ一気に前進したいところです。はい、頑張っていきたいと思います。ぜひぜひ応援よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんのチャンネル登録は支えになりますので、よろしくお願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。